ニジェール・コンゴ語族は大きな語族の一つであり、サハラ砂漠以南のアフリカの大部分の言語を含む。アフリカで面積、話者数、言語数から言って最も大きい語族であり、世界的にも言語数では最も大きいと言われる。アフリカの言語も参照多くの言語に共通する特徴として名詞クラスがあり、また成長言語が多い。この中で特に大きいグループがアフリカ中南部に広がるバントゥー系民族のバントゥー語群であるが、それ以外にも多数の言語がある。ニジェール・コルドファン語族ということもあるが、この名は特にコルドファン語派を含めることを強調して用いる。ニジェール・コンゴ諸語が語族として認識されるようになったのは比較的最近である。まず、S.W. コールが1854年に詳細な分類を行った。彼は大西洋諸語がサハラ以南の他の多くの言語と同じく名詞の分類に接頭辞を用いることを示し、これによって現在のニジェール・コンゴ語族の範囲が大まかに示された。これはBleek、さらに後にマインホフに影響を与え、彼らはバントゥー語群というまとまりを認めた。その後、これらの言語は一般にバントゥー語群とその他の言語に分けられ、その他の言語は典型的なバントゥー語の特徴を獲得していない言語、もしくは古くあったその特徴を失った言語と考えられた。マインホフの弟子ディードリヒ・ヘルマン・ベステールマンは当時のスーダン諸語を東スーダン諸語と西スーダン諸語に分類し、西スーダン諸語祖語の比較言語学的再考を行い、さらにバントゥー諸語と西スーダン諸語には関係があると結論した。この後を受けてジョーゼフ・グリーンバーグは西スーダン諸語とバントゥー諸語は単一の系統をなすと主張し、これをニジェール・コンゴ語族と命名した。バントゥー諸語はベヌエ・コンゴ語群の支派であるとし、アダマは東部諸語もこのグループに属すとした。また、フラニ語は大西洋語群に属すとした。彼は1963年にこれらを聖書としてまとめたが、その直前に分類を改定し、コルドファン語派をニジェール・コンゴ語派と共に大きな語族の中の語派として認め、ニジェール・コルドファン語族と命名した。グリーンバーグの考えは最初は批判的に見られたが、次第に広く支持されるようになった。BennetとSterkは、語彙統計学に基づいて内部再分類を行い、これを元にしてさらにBendor-Samuelが再分類を行った。彼らはコルドファン諸語を初期に分岐した一分派であると考え、再度、ニジェール・コンゴという用語の使用を進め、これは現在多くの言語学者に用いられている。現在も多くの分類で、コルドファン諸語は最も遠い分派と位置づけられているが、これは少数の語彙対応によるもので、むしろその他の言語が一つにまとまるという証拠もある。同様に、マンデ語派は2番目に遠く離れた言語と考えられることが多い。さらに、ベステルマン以来、ニジェール・コンゴ語族とナイル・サハラ語族の間にも関係があるとする意見もたびたび出されているが、これは一般に認められてはいない。コルドファン語派をニジェール・コンゴ語派の一部と考える人もいる。セヌフォ語群は従来グル語群の中に含められてきたが、現在は普通、ボルタコンゴ語群から早期に分離したと考えられている。また、マンデ語派はニジェール・コンゴ語族でなく、ナイル・サハラ語族であるとする議論もある。孤立的言語のラール語、ムプレ語、ジャラー語はニジェール・コンゴ語族に含められることもあるが、結論は出ていない。カディ諸語は、かつてはコルドファン語派に分類されていたが、現在はナイル・サハラ語族に分類される。詳細は音韻論を参照。ニジェール・コンゴ語族は、基本的には開け音節的である。祖語の典型的語構造は CVCV だったと考えられ、この構造はバントゥー諸語などに残っているが、その他の多くの言語では音韻変化によって変化している。動詞は語根と一つまたは複数の接尾詞からなる。名詞は語根とその前につく名詞クラス接頭詞からなる。子音いくつかの語派の祖語について2つの子音クラスが示されている。これらは一般には高音と軟音の区別とされている。またニジェール・コンゴ祖語の長音点は5種が考えられている。母音多くのニジェール・コンゴ諸語には ATR に基づく母音調和がある。この母音調和では、舌根の位置が母音の分類の音韻的基礎となる。完全な形では、ATR、I、E、O、U と ATR、A という5種類の母音がそれぞれ分類される。このような分類は、今でも一部言語に見られ、多くの言語では、これが簡略化されたシステムが見られる。大西洋祖語、イジョイド祖語、ボルタ混語祖語では10母音が再建されたことから、ニジェール混語語族の元来の母音システムは10母音であったという仮説が提唱された。一方、アカン、バントゥー祖語で7母音が再建されている。ビボインニジェール混語語族には、通常の母音と対照的なビボインがあったとする考えもある。スチュワードは、ボルタ混語祖語の再建にあたり、ビシーンはビボインの影響で成立したとの仮説を立てており、音素としてのビシーンを書く言語もいくつかあることからも、この仮説は支持される。これに続いて、母音の鼻、口対立が消失すれば、ビシーンが音素として成立すると考えられる。これまでの報告すべてにおいて、マイメートルが最初に音素化したビシーンである。現在の言語には一般にビボインはごく少ないが、カセム語には非ビボインが10とビボインが7あり、ヨルバ語には非ビボインが7とビボインが5ある。成長大多数の現代語は成長言語である。典型的なニジェール混語成長システムは2、または3の対立する音項からなる成長である。4音項成長は少なく、5音項成長はごく稀である。非成長言語はごく少なく、その中でスワヒリ語がよく知られるが、大西洋語群にも少しある。ニジェール混語祖語は2音項からなる成長言語だったと考えられ、このような単純な成長から、子音の影響などにより、より複雑な成長が発達したと考えられている。複雑な成長を持つ言語では、それを文法機能よりも語彙弁別機能に用いる傾向がある。ニジェール混語語族の特徴には、名詞クラスがあり、すべての言語に少なくとも名詞クラスの痕跡が見られる。詳細は、語順を参照。現代語ではスボ型が圧倒的に多いが、マンデ語派、イジョイド語群、ドゴン語群などソブ型も見られる。元来の語順は明らかでない。諸説あるが、ほぼ次のように分類される。ニジェール混語語族の話者は、Y 染色体、ハプログループ E1 ビット 1A と関連している。コール、SW、1854、パリグラタアフレコナ、オア A、コンレティブ、ボキャブラリーオブニアリー300ワーズ&フレイゼス、インモアザン100ディスティンクト、アフリカランゲージズ、188P ロンドン、チャーチミッショナリーハウス、ウェスターマン、ディードリック、HD スーダンスプラッケン、アイネスプラバーグレイチェンドストリ、L フリードリクセン&CO、グリーンバーグ、ヨゼフ H ザランゲージズオブアフリカ、インターナショナルジャーナルオブアメリカンリングウィスティックス、29、1、パート2、グリーンバーグ、ヨゼフ H ザランゲージズオブアフリカ、ブルーメントン、インディアナユニバーシティ、Bennet、パトリック R& Sterk、ヤン P、サウスセントラルニジェール混合、A リークラセファケーション、スタディーズインアフリカンリングウィスティックス、8、241-273 Bendor-Samuel J ザニジェール混合ランゲージズユニバーシティプレスオブアメリカ DNA 考古言語の学際研究が示す新日本列島史。ありがとうございます。